誰が一番強いのかをテーマにキックボクシング主要3団体ライズ、レベルス、ビッグバンが立ち上げたブレイド。その第2回大会ブレイド2が8月1日大田区総合体育館で開催される。その発表記者会見が行われた。この大会こそが格闘技ファンが待ち望んだ期待に応えるものであると自負しております。今回は55キロ級の国内トップファイター8名によるワンデートーナメント、ジャパンカップアンダー55キロが行われる。記者の方の中からご質問ございませんか。今回一番強いと言われている天心くんなんですけど、弟が1回負けてるんで、まあ兄貴としてそれの勝手気も取りに、一回自国見てもらおうかなと。まあ、ずっと勝ってる選手いないんで、まあ、ここで自分が連勝を記録を止めたいと思います。まず今回この大きな大会に出させてもらうことは大変、誇りに思います。ありがとうございます。この大会無名の僕が全部持っていってやろうと思っています。よろしくお願いします。スカイ A とスカイ株式会社を間違えてしまい品川の方に行ってみました。申し訳ございませんでした。で、大会の抱負なんですけど、今回大田区総合体育館ということででかい、会場なんですけど、得意のボディブローを当てて、まあ、会場に大きい炸裂を鳴らしたいと思っています。ライズのベルトとともに責任も受け取ったので、しっかりブレードで勝って、あのライズのリングにしっかり帰りたいと思います。必ず優勝します。よろしくお願いします。さらにスーパーファイトも開催。ブレイド2では、はい、しっかり自分のパフォーマンスをして本当に谷山俊樹を出してよかったなと、はい、試合終わった後に思わせる試合をするんで、はい、ブレイド2期待してください。今年一発目の試合で気合も入ってるんですけど、もともと決まってた試合が流れてしまって、まあ残念です。でも次決まった相手倒したいと思います。盛り上げます。おっす。まあとりあえず頑張りたいと思います。で、まあ勝った暁にはですね、まあ年末にまあちょっと日本人70キロ、何かいますので、まあ、それを交えた大会でも、年末にちょっとできたらなと。70キロ結構いい選手ブレードにはいるの でみんなでちょっと盛り上げた試合ができればなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。スカイ A ではブレード2を試合開始から終了まで完全放送、リングの熱い戦いを余すことなくお届けします。